はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ぶち壊れモンスターをご紹介していこうと思っております。世界流ジーランティス、今日はですね、このモンスターを使って相手のライフを先行でゼロにしていこうというふうに思っております、このモンスターなんですけども、超かっこよくないですか。そもそもかっこいいですよね、こいつで。このなんか謎のモンスターめちゃくちゃ強くて、効果説明しておくと、効果モンスター1体以上で作れる、リンク4、この召喚条件がぶっ壊れてます。まずリンク4モンスター1体で作れるってことね。でこのカード名、2、3、5からそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1番目はジーランティスが1枚しかできない、存在できない。だからまあジーランティスを使ってジーランティスを出すのは無理と。で2番、自分のメインフェーズにこのカード、含むフィールドのモンスター全部除外しますと。でその後この効果で除外したモンスターを可能な限り元々の持ち主のフィールドに、表側表示または裏側表示で特殊召喚できるよという効果がありまして、これ相手のフィールドも巻き込みますので、結構有名なコンボでいうとマリンセスとかで使って、なんか水属性縛りついた状態で、相手のモンスターだけ除外するみたいな、ね、コンボもできるんですけど、こいつの真骨頂はこの効果を使ってそのもう一回効果発動して し終わったモンスターをもう一回効果を使えるようにするっていうのが強いところなんですよ。例えば、まあ、バロネスとかね、ああいうなんかそのフィールド上にいる限り一度だけみたい なんかああいう効果ももう一回使い直すことができますし、今回何をしていくかっていうと、ゼンマイっていうゼンマイっていうモンスターたちがこれ一応名称してたんじゃないんですね、効果だから。まあ、出てきたら出てきただけでモンスターの効果使えるんですけど、これを G ランティスの効果で使い回していこうと思ったんです。はい、クソレッキの匂いがプンプンするぜ。ちなみに一応この G ランティスの3番の効果も結構強くてね、総合リンク状態だとフィールドのカードを破壊するよみたいな効果もあるんで、これ結構なんかマリンセスとかから使うと結構強かったりするんですけど、今日はねちょっと全然関係ないほど意味わからんデッキで、これでぶち込んでいこうと思っております。早速やっていきましょう。クソレッキデュエルスタンバイ。あ、ハンド決まりましたね。これはなんか一応いける気がします。裏側もあるから増殖もケアできる神ゲー。まずは親顔ムーブと言われているリュウ実況チャンネル親顔ムーブと言われている悲願2体を特殊召喚するところから始めましょう。で、レベル3のモンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚ゼンマイティ。ちなみに今回はGランティスっていうぶち壊れモンスター使っていくんですけども、Gランティスっていうぶち壊れモンスター実は召喚ムービーあるって皆さんご存知ですか。多分マスターデュエル史上一番でかいと思います、召喚ムービーが。なんかね、枠にはまりきってないレベルのね、クソでけえ召喚ムービーあるんで、ちょっと楽しみにしていただければなというふうに、思っております。ちなみにあのモンスター使うのであれば、結構そのマリンセスとかとはすごい相性がいいと言われていまして、毒召喚するときに水属性しか出せないって縛りがねつくので、やべちょっとなんか雑談してると間違いだ。そういう縛りがつくので、相手のモンスターだけ除外するみたいなコンボがあるんですよ。なんで真面目に使うんだったらマリンセスとか使った方がいいと思うんですけども、真面目に使う気は私さらさらありませんので、最初から。はい、というわけで不真面目に使っていこうと思います。ちなみにこのゼンマイっていうギミックね、クソレッカーを目指している皆さんはぜひね履修をしていただきたいテーマとなっておりまして、これどういう効果を持っているかというと、全員名称指定の単位じゃないんですよ。全員単位じゃなくて、あぶねえ、ちょ雑談してると間違える。名称指定がありませんので、なんかその出たら出だけ効果が使えるみたいなもんなんですよね、出し直せば。はい、その効果をちょっと、使っていこうかなと。ゼンマイシャークとか意味不明なモンスター出しまして、でここでまあこんだけモンスターが展開できるのおかしくないですか。これすごいですよね。これ今なんかよくわかんないけどモンスター5体が並んでるんですよね。これいかれてんですよね。これこんだけモンスターのおかしくないですかね。で一旦ですねリンク4しますと、でアポロウーサーを出してドヤ顔するんですけど、パンツ見えました。このアポロウーサは、2秒で退場してもらって召喚ムービー見て、アポロウーサ1体でリンク召喚、現れは世界流ジーランティス。見て、あれなんか思ったことでかくねえなあれ
で、一回自分を除外しまして、もう一回その除外したモンスターを出し直すということで、やっぱでかいわ、でかかったわやっぱり。で、これ何が起きてるかっていうと、もう一回こちら効果つけなかったんですね。出し直してるんで、名称して対峙してたモンスターなんで、出し直したので、これもう一回効果全部使えるんですよ。全モンスターがもう一回効果使えるっていうガチでやばいことが起きているんで、ちょっと一回水とこれ3体でドミニオンしまして、はい、でキュリオスでオロから埋葬していきましょう。まあ、これは結構なんでもいいんだけど、まあ一応ちょっとゾンビキャリア、これなんでゾンビキャリア採用してるかっていうと、引いちゃったカード戻せるからですよ。結構これが強いんですよ。はい、で全枚ネズミをの効果発動して、で自分の星からシャーク蘇生、はい、サメちゃん出てきて、でゼンマイマジシャンの効果発動して、でもう一発ゼンマイマジシャン出てくる、これでもう一回マジシャン出してきて、でゾンキャリ効果、とりあえずこれで手札戻して自分を特殊召喚していく。あれこれどっちだっけ、どっちのゼンマイマジシャンだこれ。やべやべ、分かんなかった、ちょっと待って、どっちのゼンマイマジシャンだこれ、単純に効果しよう、分かってるよそんなことは。やばい、こっちだったよな確か、やばい、あ違ったらやばい、ちょっと待って、ちょっと待って。おいおいコナミ、おいコナミ、あれあっちだったよね確か、もう違ったら終わるんだけど、やばい、なんか効果にチェックつかねえじゃねえか、ふざけんな。でサイバースクロックドラゴンとりあえず出します。やばい、ちょマジで、確か新しい方が左側だった気がするんだけど、やっべやっべ、サイバースクロックドラゴン爆誕させていく。で融合召喚に成功したんで、スライニーした数のも、リンクマーカーの分だけ、デッキから墓地にカードを送る。使用した効果にチェックつくんじゃねえのかよこのゲーム、ふざけんねあふざけんな、これ危ねえ、よかったー、効果発動してくれた、ありがたい、よかった、危ねえ。これどっちでもいいな、こうしまして、で一旦コードトーカーを作りましょう。サイバースにしたいんでコードトーカーしまして、はいはいはい、でクロックリザードですね、クロックリザーディングを出して、はいはいはい、でクロックリザードの効果、自分をリリースするとなんか自分のうちの融合モンスターをエクストラッキー戻して、そいつを墓地のモンスターにして融合できるっていうのが謎の効果ありまして、でこれでいろんなモンスターを融合さにしようと思います。はい、あやべ、あと残り60秒しかない、はい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 、あ22枚、あちょっとミスったな、あ最初手札から出したからか、ちょっと若干ミスったけど、まあ多分大丈夫でしょ、でもさすがに、いや例のあのモンスターさえ落ちればいいから、例のあのモンスターさえ落ちれば問題はない。あ、落ちてる、オッケー。危ねえ、危ねえ。ちょっと最初手札から出しちゃったから、あるか。はい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 。で、水属性モンスター2体で、リンク召喚、現れよ、コーラル・アルモーネイ。おい、仕事だぞ。仕事ですよ。お仕事の時間ですよ。さよなら。ゴミデッキすぎる。よいしょ。なんか謎の展開してる相手。パンクか、パンク、あーパンクティアラみたいな、なんかこれ爆発力えぐいからなこのデッキ。俺もなんかお遊戯会するときこれ、あーなんかいろいろ活動してるな、これこれで深淵でも作るってことかな。クレイジーボックス、誰何をしに来たの君は。え、これマジで何してんのこいつ。わけわかんねえ、ランク8でもすんのか。あ、でもあれだな、リベリオンの効果使ったからもうなんか
展開できんくらいですか、融合モンスターしか。マジカライズビュージョン、ちょ、わからん、何これ、何が出てくんのこれ。ティアラメンツメイルート沼地の魔獣王、はい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 、え、時の魔導士え